城東区役所では、子どもたちが遊びを通じて防災の知識や心構えなどを学び、身につけるために防災カルタを作成しました。本動画ではカルタの内容をご紹介します。カルタの解説もご覧いただけますので、ぜひ災害時の備えに役立てていただきますようお願いいたします。あ、地震。ゆっくり減速、左に停車。運転中に大きな揺れを感じたら、ハザードランプで周囲に知らせながら徐々に減速して道路の左側に止めます。揺れが収まるまで車内で待機しましょう。車を置いて避難するときはドアロックをせず、キーと連絡先メモを残し、車検証を持って出ましょう。い、家の中、ガラスに注意、スリッパを。大きな地震が発生すると、家の内外は割れたガラスなどが散乱して危険な状態になります。室内であっても絶対に素足で歩き回らないようにしましょう。地震！あ、電気が消えた。これじゃ真っ暗で何も見えないわ。懐中電灯を取ってこよう。痛い。お父さん大丈夫？痛い。どうしよう。う、運転中は災害情報をチェックして、運転中に大きな揺れを感じたら徐々に減速して道路の左側に止めます。慌てて車外に飛び出さず、ラジオなどで情報をチェックし、周囲の状況を把握してから次の行動を考えましょう。例えば大阪市では大阪市防災アプリを提供しています。大阪市防災アプリがあれば、浸水想定図、避難場所、避難ビルなどの情報をはじめ、災害状況や避難時の注意点、避難するかどうかの判断に役立つ情報などが入手できます。スマートフォンをお持ちの方はぜひご活用ください。え、エレベーター、止まった階ですぐ降りる。エレベーターで大きな揺れを感じたら、すべての階のボタンを押し、停止した階で外に出ます。最初の揺れが収まっても、余震の可能性があるので、階段で避難しましょう。お、落ち着いて周りの様子をまず確認。突然の地震にパニックになって揺れている最中に外に飛び出したり、台所の火を消そうとするとかえって大怪我をする危険があります。落ち着いて身を守り、揺れが収まるのを待ちましょう。あ、かける声、近所の安否も確認を。家族の安否が確認できたら、隣近所にも声を掛け合い、動けなくなっている人がいれば力を合わせて助け出しましょう。気をつけて、大きな余震に備えよう。最初の揺れが収まっても1週間程度は大きな余震が発生する可能性があります。危険な場所には近寄らないなど十分に気をつけましょう。車での避難はダメです。歩きましょう。
車で避難すると消防車など緊急車両の邪魔になったり、渋滞によりかえって避難が遅れる場合があります。原則として車での避難はやめましょう。怪我人はみんなで助けて病院へ。1995年の阪神・淡路大震災では生き埋めになり救助された人の 98% が自助・共助で助けられました。隣近所の人と力を合わせて助け出しましょう。皆さんこんにちは、城東区長の大東です。人数が限られた行政の力だけではできないことがたくさんあります。例えば阪神・淡路大震災でも円グラフに示している通り、生き埋めや閉じ込めから助かった人の約 67% は自力や家族の力で、約 30% は隣近所の人に救い出されています。このようにお住まいの皆さん自身の力が重要なのです。高齢者避難リュックも一工夫。災害時の非常持ち出し品は家族の状況に合わせたものが必要です。高齢者なら大人用おむつ、赤ちゃんなら粉ミルクと哺乳瓶といったように工夫して追加しましょう。さ、災害はまずは自助・共助で助け合い、自分の身は自分で守る自助、地域や身近にいる人同士が助け合う共助こそが災害による被害を少なくするための大きな力となります。しっかりと備えておこう。備蓄品、あれば便利なものよりなければ困るものを常にまとめて身近に置いておきましょう。水害から命を守るハザードマップ。水害ハザードマップは大雨や津波などに備えて知っておいていただきたいことや、浸水が予想されている区域と浸水深を示した地図をまとめたものです。事前に確認しておきましょう。節約はもしもの時に生きてくる。節約を意識した生活を送ることは家計の余裕を生み出すだけでなく、災害時の心の余裕や生活に役立ちます。備えてる？水や食料3日分。災害が発生してから救助体制が整うまでには3日はかかると言われています。非常食は最低3日、できれば1週間分の備蓄を心がけておきましょう。